晴れたな。散歩しよう。はい。餌見にか。餌？いや、散歩しようかなと思って。散歩。はい。餌やるってよ、今日。あ、こっちでですか？ええ。あ、そうなんですね。見に来たわけじゃないわけ？いや、まあちょっと天気も晴れてきたんで少し散歩しようかなと思ってました。はいや。何されてるんですか？今日だからこっちでやるっていうからよ。場所は取っとかんとよ。エイサ？うん。あ、場所は、いとこも来るからよ。いとこ？ええ。何人ぐらい来るんですか？6名ぐらい。足ります？だから一応取っとこうかさ。ああ、ずいぶん可愛いあれっすね。じゃあ今日エイサなんすね。ええ、楽しみごやっさ。楽しんでくださいね。うん。僕ちょっと散歩してきましょうね。え、待っとけ。じゃあ待って待って。何ですか？昼からこれ取らんてよ。またいろんなのが来るからさ、人が。ああ、場所取りってやつですか。うん、うん、運動会みたいな。はあ、あ、そうなんですね。いった。じゃあ兄さんはどこの青年会してた？青年会？うん。僕は青年会入ってないですね。やってなかった？はい。ははな。え、青年会入ってたんですか？当たり前さ、昔からやるよ。兄さんは。はあさ、だ、今日はどこが来るかな。沖縄市からも来るって言ってたからさ。あ、結構じゃあ大きいお祭りなんですね。大きいよ。あ、そうなんだ。うんうん、全然わからなかったっす。わからん、あっせ。で、兄さんがこんなで来るから場所は取られるかなと思ってからは心配してたんだよ。でも、なんか他周り全然今人いないですけど。さ、だからこの辺みんな後悔するわけよ。あ、今から続々と。はい、もし万歳だよ。あ、そうなんすね。はい、せ。じゃあもう先に来て、うん、みんなのために撮ってるんですね。そうそうそう。あれ行ったか今年、はい、あの江口とジャーガルのユニオン前のガーエーよ。江口とジャーガルの、うんうん、チャタのさガーエーガーエーさ、ガーエーガーエー、すみません、ガーエーって何ですか？あ、いいえ、はっしゃ、エイサーおらせてエイサーおらせ、はっしゃ、わからんの？すみません、僕本当にエイサーとかわかんないんで。あ、なんでよ、はっしゃ。じゃあお前、あれ、じゃあ合わせて最近あのマックスバリューまであり、はい、あの5団体ぐらいやってたさ。5団体も、ゴーエクもいたし、中城の津波青年会とかも合わせからも5団体でみんなでやってたさ。そうなんすね。分からんわけ？全然分からんすね。なんでアイクサチャンネルとかノンサ TV とかがやってただろう。なんすか？アイクサとかノンサ TV とかがこれ回してたさ。ノンサ TV？ あ、テレビ？あ、なんや、本当にお前エイサーして分からんわけ？すいません、分かんないっすね。ちょっとじゃあ初心どこか。え、初心よ。写真、出身論でや、写真で。ああ、出身僕那覇ですよ。那覇は松島がいるさ。ああ、なんか一応聞いたことあるんですけど。松島青年会たくさんいるよ。あ、そうなんすね。へえ。道連もすごいさ。え、今日も来るんですか、その松島青年会？もう来るよ。あ、そうなんだ。名古屋からも来るはずよ。え、そんな遠くから。ビーマタとかも来るはずだし。だいぶ詳しいですね。ええ、名古屋もたくさん来るはず。大西も来るんじゃない？なんかじゃあ好きな青年会とかってやっぱあるんですか？あ、全部さ。あ、全部が好きなんだ。うん、もういろんな沖縄市もすごいさ。あ、へえ。東青年会でしょ、そんだでしょ、うん、で山里、はいはい、で五重区、はい、で揚げ田とかよ、室川もあったし、もういろいろあるさ。あ、そうなんすね。うん、あ、でもじゃあそれが今日全部集まって。集まってから。じゃあ楽しみですね。で、そんだエイサーしか置かないの、あんたは。そんだエイサーとかは聞いたことある。何色の衣装か。何色の衣装？うん、黄色？はっしゃ、黄色はあだに嫌だろ。じゃあおじさんが着てるこの黄色は何をモチーフにしてるんですか？阪神タイガースさ。あそこは阪神タイガースだったんだ。あ、そうなんですね。たくさん来るはずよ、今日は。今から？うん。じゃあ、いろんなとこが集まるってよ。何時からやるんですか、ちなみに？夜7時ぐらいかな。おお、そう、待って。今、お昼2時ぐらいですよ、今。なんでみんなこんなだよ。え、じゃあ今からもう5時間ぐらい待つんですか？うん。大変ですね。あし、うるましもよ。あし、よく行くけどさ、うるましに。はいはい。どうしたんすか、どうしたんすか。赤のとか見た？赤の。赤の？うん、赤の青年会とか。赤の青年会っていうのがあるんですね。景色屋もあるし、焼け縄もさ、変座もや。すごい。あし。結構じゃあ本当に多いんですね、沖縄って青年会が。うん。あ、なんか、あ、場所取りすごい。何名来るんでしたっけ？6名。これ入ります？このぐらいだったら減るさ。あ、そうなんすね。はい、クーラーボックスも作らせてさ。クーラーボックス？はい、クーラーボックスよ。なんか、あれか、お茶とか入れてるんですね。うん、販売機がよ、うん、また全部なくなるわけさ。あ、祭りみたいな感じですか、本当に。じゃあ
祭り、ま、祭りであるさ。あ、サーミンにみんな来てるっけ。あ、でみんな販売で買っちゃうから。大和からも来るよ。大和。へえ。じゃあ楽しみっすね、もう。楽しみよ、発車。え、もういいんすか。終わった時代はよ。はいはいはい。昔あれやったんだ。こっちじゃないやつさ。やっぱりこっちじゃないな。あれ、え、どうするんですか。ちょっとじゃあ僕行きましょうね。え、待って待って待って。なんでなんでなんで。話してこましょう。昔よ。はい。青年会してるさ。はいはい。いいかな。これ。どこで、このエイサー自体はどこで踊るんですか。あの辺だったでしょ。遠くない、ん、遠くないです。見えます、なんか。待ってよ。待ってよだ。開け。どうしました。今日何曜日か。今日月曜日ですね。月曜日、はい、日曜日じゃねえか。今日月曜日ですよ。片敷き通るもんね。や、片敷き通る、片敷き通んわ、片敷き通ん。あげえわ、日曜日かもて、月曜日やればええや。あ、終わってるってこと。終わってるさ。あ、そうなんすね。おかしいなと思ってよ。あら、場所取りがいないから。まあまあね、こんなに広い敷地だから。じゃあもう帰るんすね。帰るよもう。おじさん、なんかありがとう。はいはい、純正整備員。どこ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 、太陽に向かってるんですか。はい、昔はよ。はいはい。全頭エイサーとかあるさ。はい。あれすごかったよ、全頭リオ。今日はそれを、それはなんていうの、これは。これ、だから今は、あれ、祭りとかもさ、はい、禁止されてるのかな、もしかしたら。場所取りが、うん、学校とかあり、小学校、全頭リオとか塩田さん、ウエンツァーが。学校はもう今ダメって聞きますけどね。うん、祭りもよ、すごかったわけよ。ああ、そうなんすね。ブルーシート持ってからや。で、昼から開くさ。そしたらもうみんながもうブルーシートとグラボックス持ってから走ってからよ。死に列になるよ。その昼間から。昼間から。これ本当の話。本当の話。すごっ。今はもうないさ。行ってたんすか、ジュンさんも。行くさや、あたりめ。もう、片足とかも一番最初に出たりとかしちゃったのに。もう、エイサーもだからたくさんいたさ、昔。はいはい。もう地域の集落ごとにたくさんいたさ。まあらしいですね、うん。今少し減ってきてるさ。じゃ僕も一瞬だけ入ったことあるんですよ。マジで？一瞬、本当にもう短期間で。ああ、ヨナタロウも入ったことあるらしいです。そう、ヨナタロウです。ミルクティー青年会じゃないか。違いますね。ミルクティー青年会の話出そうかなと思ったんですけど、なんかややこしくないそうだから、ちょやめたんですよ。そう、もう、まあまあもう終わってたからよかったけど。完全にあれだよね。打ち合わせない一発撮りだ。いや本当なんですよ。こっちが大変なんですよ。なんかこれだけ聞いてみたいな。ところどころワンポイントだけ教えてくれるから。こっちが緊張するっていうか。そうそうそう。ちょうどよかったですね。この片付けられてる今。これ本当に昨日土日かな、うん。イベント。なんかイベントやってたんですよ。そしたらもうたまたまね、はい、片付けやってたからちょうどいいオチが見つかったっていう。台風とかでよ、また今年結構延期になってるはず。あ、エイサー自体も。そうそうそう。時期ってあるんですか、エイサーって時期。エイサー時期はね、まあ、8月とかそんくらいぐらいからかな。7月からかな。だからもう沖縄市とかだったらもうどこからでもエイサーの音が聞こえるさ。まあそうですね。うるま市もそうだし。で、読谷とかも。そうですね。とけし青年会とか。とけし青年会、こっちになんかとけしってか分かりやすいよ。あ、書いてるんですか。そうそうそう。あ、で、ちなみにこれ、うん、県外の方もこの全頭エイサーを、うん、今アーカイブ残ってるかな。ライブ配信してるの分かりますよ、YouTube で。あ、よくやってるよ。だから俺追っかけたいって言ってから、うん、そっちに行くのに。あ、そうなんですか。見てから。あそこでやってるってか。今でも多分検索者見れるんじゃないかな。見れるよ。ね。あれ楽しいですからね。そう、だからなんかゲリラで急に、うん、あの外営とかするわけ。この外営っていうのは中野町とかでやってるさ、中でもういろんな青年会とかが、要は青年会同士が披露するんですよね、自分たちのこの演舞を。あのスピーカーこうとかガーッと向けるわけ、相手の青年会とかに。で、自分たちが踊れんくなったりとかするさ。はいはいはい。だから、あ、音が乱れて。そうそうそう。はいはいはい。だからこの募金とかこんなのがあるさ、そういうので上等スピーカーとか使ったりとか。はい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 。はもう昔やってたんだけど。はい。青年会やってたんですか。うん、やってた。へえ。で、終わった、あれ一応このお酒飲んでたから。はい。そしたらや、あれだってよ、スピーカー上等コーラなの。他の青年会と外遊するって終わったらもうお時間停止したのに。まあまあまあ、これも結構あるあるなんですよね。大体終わったらみんな公民館いるからね。そうそう、公民館でみんなオードルボルはい、寝てしまう。
で、ちなみにこの格好は何でしたっけ。これ、うん、阪神タイガース。はい、じゃあ終わってください。はい、友達に来る動画を言って30分でチャンネル登録、アンサーに高評価ボタンに出されることを逃げさぶら、せーの、沖縄チャンネルオードブルぬやがさいかー